皆さんこんにちは、山中千です。今日ですね、最新のアメリカのたった今日昨日かな、アメリカ時間昨日出たばかりの最新の来年2024年の大統領選挙の支持率ですよね。トランプ、バイデン、現在の時点でもし大統領選があったらという仮定の段階の質問を投げた。これがね、ちょっと衝撃が走りましたね。今までこんな数字出たことないですよ。ずっと前回までの私、これね、アジアチャンネルでも見てる方はほぼ 46% トランプ、 46% バイデン、要はがっぷり4つだったわけですよね。それがガーンと大差がついてしまいました。というのはついてしまったというか、今回の数字でトランプが 51%、 バイデンが 42%、 ここまで離れたこと1回目ないです。この2人はそれぐらいちょっと9ポイントっていうね、差がついた。ちょっとこれをこのいわゆるね、調査、結論と調査をこうやる会社いっぱいあるわけです。アメリカのメジャーな、ね、メディア、これニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、あるいはウォールストリートジャーナル、いろいろあります。それ以外にもいくつも専門の調査会社ある、世論調査ね。で、今回のこれはね、 ABC ニュースとそしてワシントンポスト、一番一応主流メディアのど真ん中って言っていいかな、反トランプ新民主党のメディアですよ。その代表格この2つね、 ABC とワシントンポストですから、ここのポール、統計ですね。これが今からちょっと ABC ニュースが出たばっかりの、このみんな驚いちゃって衝撃のこのレポーターたちが言ってる、これを流したいと思います。A new ABC News Washington Post poll suggests former President Trump has a stronger than ever lead over President Biden, 51-42% in a hypothetical head-to-head 2024 matchup. So let's go ahead and bring in. 51% トランプ、そしてジョー・バイデン 42%。 これも伝えてるレポーターもちょっと驚きなわけですよね。ABC News Political Director Rick Klein, good morning to you, Rick. So good to see you there. So the big question right now is President Biden in trouble? この ABC ニュースの若い人なんだけど、ポリティカル、アナリストですね。アナリスト、シャアの専属のアナリストは必ずいますから、そのこの彼がね、こういう質問を受けたわけです。つまりバイデンは、大統領はこの数字でトラブルに今陥っているのか、この質問。And on that big number, 51-42, I should know that is well outside of what we've seen in other recent polls. This poll is an outlier. Other recent polls, our partners at 538 have done an analysis that have it more like a 1 or 2 point race. But, これ他の統計で見るとかなり近い、1ポイント、2ポイント差しかないのもある。だけどこのね、ABC、ワシントンポストはね、ちょっとこれは人々の予想はるかに超えた、とんでもないトランプのリードになっちゃってるということなんですね。Whether you think this is going to be a couple of points in either direction, you have to recognize that right now the country is frustrated. Looking inside this poll, the perceptions of the economy are just plain bad, right? これは538ってね、538って真ん中ちょっとちっちゃく見えてますが、これもね、割とポピュラーな、結構どっちかっていうとバイデン寄りのとこなんですけどね。これも 43.2% で 45.1%。バイデンの方が、だからちょっとこれに関して高いんですね。Now we have about 30% of the country only saying that they approve of the way that the president is handling the economy.だけどね、これがちょっと経済をどう見てるかっていう指標なんですね。アメリカ国民が、これも ABC ワシントンポストで、経済をどのように見てるかって言った時に、左側はエコノミー全体、経済全体でエクセレント、素晴らしい、良い、グッドって言ってる人は 25% しかいない。
に対して非常に良くない、 not so good、 poor ね、 poor 貧しいというのは、つまり poor というのは要は非常に全然ダメだと言ってるのが 74% も、これかなり前はね、こんな開いてなかった。バイデンの審判がいるからね。そのバイデンの審判がいてもこの数字になっちゃってる。そして特にこの右側のね、ガソリンとエネルギーっていうね、この電気代ですよ。ガソリン、エネルギーのに関して、エクセレント、素晴らしいってバイデン政策を言ってるのは 12% しかいないんですよ。そしてこの右側の黄色い 87% の人は、もうガソリンと電気代がむちゃくちゃにもうこの1年半も上がっちゃってるから、もうとんでもないことになって、これも私アメリカ住んでるし、住んでた、まあ、今ね、行ったり来たりして、私にも会社も家庭もある、私の友人たちもね、一番文句言ってるのはこれですよ。ガソリン代と電気代ですよ。倍ぐらいになってるから、電気代が今。はい。Rick, let's go ahead and turn to the Republican field. The next GOP debate is just days away. Former President Trump, as you've said, is way ahead of the field, but he's not going to be there at that debate. So what does that mean for everyone else in the race? And can one candidate break through? まあもうすぐ第2回目のディベート。前回ちょっとやったんですね。1ヶ月以上前にね。で、その時もトランプさん出てこなかった。今回もいわゆるこの共和党のディベートね。討論会あるんだけど、どう思いますかとこう聞いてるわけね、アナリストに。これもすごい数字ね。つまりもうね、トランプ一強、そのダントツ50、今この新しいのではいいですか、 54% なんですよ、この共和党の中だけでの予備選の支持率が。よろしいですか、これも ABC ニュース、ワシントンです、ワシントンポストですよ。もう一番反トランプに、もうトランプどうしようもねってガガガガ言ってたね、その反トランプ代表選手のテレビとワシントンポストね、この新聞ですよ。ここがね、54% トランプで、この一時 40% 近くあったロン・ディサンティスっていうフロリダ州知事は現在 15% まで落ちてる。つまりね、40ポイント差もあるわけですよ。そしてその次につけてるのは、この 7% で、もう要はディサンティスの半分、ニッキー・ヘイリー、元国連大使、トランプさんによって指名された。7%。これなぜ彼女、これ7%、前もね、彼女 3、4% だったのが、割と前回の第1回目のディベートでね、かなり彼女、ちょっと得点を稼いだっていうか、まあちょっといいとこ見せた。まあ、ということなんですね。まあ、マイク・ペンスは副大統領、これはあんまり変わらない。いずれにせよね、この7、6、4、3なんていうのはね、まあ、大体似たり寄ったりなもんで、うん、大して変わんないっていう感じですね。Storyline. I think it puts a lot of pressure on DeSantis, on Tim Scott, on some of the others, including Nikki Haley, who had a strong debate last time, to do something to shine. This may be the last debate that Donald Trump doesn't attend. We don't know that quite yet, but it is getting hard for the others to break through. Donald Trump, by all accounts, stronger politically than he has ever been inside the Republican Party and perhaps nationwide. まあ、まあ、はっきり言ってないけど、もういろんなところで言ってるのはね、共和党内における予備選はもう終わった。要はトランプ以外全部泡沫候補になっちゃったんですよ。ディサンティスがある程度有力で 40% ぐらいあった。それがあっという間に30になった。30になったのがあっという間に 15% でしょ、今。13% まで落ちたっていう統計もある。だから、トランプ一強。あとそれ以外、泡沫ってことに現在なってるんで、いくつもの保守系のところでは、もう、共和党の予備選は終わった。こういうことですね。ただこういうリベラル系のメディアはね、それはっきり言わないんですよ。言いたくないから。はい。はい。ありがとうございます。まあ、こういったね、まあ、一つの、まあ、日本のメディアでもこの辺はね、
どうなんですかね。でも ABC っていうのはね、アメリカの ABC、老舗三大ネットワークですよ。ABC、CBS、NBC ですからね。そのうちの ABC と NHK は確か提携してるんですよ。だから一生懸命反トランプの、トランプはこんな悪いやつだ、こんな犯罪者みたいなことやってきたなんてね、NBC とか CNN とかね、こういったところが作ってる番組を一生懸命翻訳して日本で流してましたよ。私もちょっと前に見ましたけどね。よくこれほど偏った番組をね、日本で公共放送なる NHK が流してるなと思いますよ。ただアメリカのメインストリームメディアは 90% はもう反トランプのグローバリズム、まあメディアですから、そういうことが行われている。まあ非常にね、これはまあこんな状態がずっと2016年、もうその前から、まあトランプが出てきた2016年からはね、続いていますよね。ですからまあね、今私これ今この状態になって考えるのは、この共和党の中でのトランプという存在、彼のここ最近のいろんなツイッターとかメッセージもまあ来るんで私見てますけれどもね、トランプ自身ももう次のディベートも出ない、これABC のアナウンサーも言ってましたね。もうすぐ行われるだろう第2回目のやつでね、この中にね、一番もう下に来るね、アーカンソー州の州知事、これおじいちゃんなんだけど、こんな人はね、もうあまりにも低くてね、もう反トランプの、トランプ憎しのおじいちゃんなんですよ。でこんなのがね、なんか間違って出てきた、これなんか多分もう入ってこないだろうと、ディベートの中にね。先ほどのあの辺の顔が出てきた人たち、ディサンティス、マイク・ペンス、ニッキー・ヘイリー、あるいはインド系のなんとかスワミっつったかな、スズラミーという人なんですけど、あとティム・スカットかな。ティム・スカットね、これ割といいです。僕は黒人のね、ティム・スカットっていうのは、フロリダじゃなくてね、テキサスだったかな、あそこの上院議員なんですよ。上院議員、非常に黒人のね、非常に理知的なっていうかね、上院議員ですね。どっちかってね、こうあんまりこう燃える、こう吠えるタイプじゃなくてね、非常にこう冷静なタイプね、でだけどいろんな攻撃を当然黒人でトランプを支持してますから、彼はね、こういった人はものすごいね、左派からね、黒人白人問わずね、攻撃を受けるんですよ。ひどい言い方します。ひどいって言うのはね、アンクルトムなんて言われるのね。アンクルトム皆さん覚えてますか。いわゆる昔アンクルトムっていう昔のいわゆる子供向けのね、あれですよね、誰でもアメリカどころが日本だってアンクルトムは、ほらいわゆる白人に協力した黒人の代表選手ということになってるわけです。つまりあいつは白人に魂を売った黒人のね、見下げた男だアンクルトムと、こういうふうになっちゃうから、アンクルトムなんてね言われちゃうとね、まあもう黒人でもね怒る人いますよ。だけどそんなこと関係ないと、主義主張にね、黒人も白人もないんだと、過激な LGBT とかね、さまざまなそういった民主党がやってるいろんなこういうことはね、相手を人種差別主義者だって言うけど、この黒人の人たち、あるいは民主党の進歩派って言われるね、白人黒人の人たちはね、こういったね、ティム・スカットのような黒人でしっかりと共和党のね、いわゆる保守的なバリュー、あるいはトランプを支持してる、こういう人たちをね、人種差別主義者だとはね、攻撃できないんですよ。なぜなら黒人だから、彼がね。だね、黒人の人っていうのはね、黒人で保守っていうのは今実はね、かなり強い立場にあるんです、アメリカの中で。なぜかというと、まず第一に色が白きゃなんぼでも人種差別主義者って言われるでしょ。例えば我々のようなアジア人はね、これもなかなか言われないの、人種差別主義者っていうふうに、なかなか言われないんですよ。色が一応カラーがついてますからね、真っ白ってわけじゃないからね、そういうアメリカの現状、ちょっとこの後もね、その辺、そうだね、その辺ちょっとこの後、本当にアメリカに起きてる人種の差というかひどい話、あるいはこれニコ生でいけるんで多分切られることはないと思うから、がっちりとその辺のね、人種における、非常にアメリカにおけるとてつもなくポリコレ、言葉狩りの現実、ちょっと通常の YouTube じゃ言えないところまで踏み込んで話をね、2部はしたいと思います。あとファウンテンクラブ、いつも流してもらってますが、私が主催している反グローバリズムのね、
活動をみんなでやってる。これたくさん今もう会員の方が増えて、いろんなロシア、中東、トルコ、こういったところのさまざまな情報を会員さんの中でもう本当はエキスパート、ロシア語の達人もいるしね、そういう人たちの中でシェアしたり、まあ、発信を今回この本格的に外にも出していこうということでね、今準備してますけど、さまざまな英語をはじめとするね、時事英語の教育版、こういうのを全部ね、私のセミナーなんかも含めて、まあ、割安でね、割引で受けれる、1ヶ月980円、年間1万円、ぜひご加入ください。今日はこれでします。ありがとうございます。 Thank you.